えい。あっ。そこです。敵接近。注意してください。あ、行きます。エニグマ駆動。おっしゃ。さてと。はっ。よし。えい。そこです。とっとと終わらせるぞ。俺の番だな。エニグマ駆動。さてと。エニグマ駆動。俺の番だな。任せて。よし、えは、まだまだいける。敵出現、めんどくさいです。任せてくれ。行くぜ。情報を入手しました。ええ私の番です。ガンナーモード起
動します。オーバルドライバー。出力最大。エーテル、出る、バッター。敵集団、撃破しました。
敵集団との戦闘を開始。私の番ね。俺の番だな。任せろ。行きます。任せろ。俺の番だな。さてと、そこです。俺の番だな。行くぞ。私の番です。任せて任せて。そこ、なんとかなったわね。敵出現。黙ってろ。おっしゃ、よし、やりや。さてと、そこ。よかった。行くぞ。はい。さてと、行きます。敵接近、注意してください。行くぞ。俺の番だな。さてと、みんな、助かりました。
行くぜ。任せてくれ。さあ行きます。分析を開始します。入手しました。任せて。さてと。エニボブ、よし。甘いってろ。俺の番だな。私の番ね。それ、はあ、これで一安心です。えい。さあかかってこい。そこだ。行きます。そこです。任せてくれ。俺の番だな。ふん。おととい来やがるってな。えい。速攻で蹴りをつける。私の番ね。そこです。よっしゃ、畳みかけるぞ。よっ、おっしゃ。ああ、ええ、私の番です。分析を開始します。入手しました。俺の番だな。まだまだいける。えい。ここなら釣れそうだな。それ。
それ。それ。よし、ゲットだ。それ。それ。ま、こんなもんかな。それ。よし、大物だ。それ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 。ま、こんなもんかな。それ。ま、こんなもんかな。それ。しまった。それ。まずまずかな。そこです。よっしゃ、畳みかけるぞ。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。よし、もう大丈夫だ。ここが医科大学か。なかなか立派な施設だな。セイウルスラ医科大、大陸有数の総合病院にして。そんなに有名だったのか。確かにバスの本数が多いあたり、利用者はもともとは医療先進国であるレミフェリア公国の協力で設立されたと聞いて、周辺諸国からも重病人を受け入れ。おっと、ナース服のね。いやー、眼福眼。ランディは元気だね。今までにも何度か車で訪れたこと。やっぱり徒歩で来ると結構な距離。ティオ、さすがに疲れ。ハルモリカ村ほど遠い距離ではありません。でならいいけど、あんまり。ええ、ご心配。それよりロイドさんはお知り合いのお姉さんに。そうか、それも。ほらほら、ロイド、はあ、なんでランディが。まあいいか。セシル姉だったら病院の受付で呼び出して。よっしゃそれじゃあ。
よし。よかった。それほど混んでなさそうだ。そうね、混んでいる時は待合室がいっぱいになるものね。早速お姉さんのこと受付で聞いてみ。ああ、呼び出しても。ようこそウルスダ病院へ。今日は外来ですか？いえ、クロスベル警察特務支援課の。今日は捜査任務のためにこちらに。ああ、警察の方だったんですか。捜査と言いますと、やはり例の魔獣さん。ええ、自分たちの方でも調べるように警備隊から要請がありまして、関係者に一通り話を聞かせていただければと。そうですね、病院長は留守ですし。その個人的な知り合いが。その人がお忙しくなければ。なんだか緊張してます。そりゃナースのお姉さんで美人とくりゃ緊張も。それはあなただけ。ロイド、グラマーです。あら、セシルさん、ちょうどよかった。こちらは警察の方だそうで。そのいきなりごめん。セシルに。やっと会えたわね。おかえりなさい。本当に久しぶりね。会いに行けなくてごめん。しばらく。それよりいいから。前に別れた時は私と同じ。そりゃ育ち盛りの3年間だったし。なんていうか想像以上に甘々ですね。おのれロイド、あんな素敵なお姉さんを。はじめまして、セシル・ノイエスと言います。
どちら様かと思ったけど、ロイドの同僚さんだったんですね。あ、はい、エリー・マクダイルです。どうも。ティオ・プラトン、ランディ・オルランドス、どうぞお見知りおきを。よろしくね。てっきりロイドが彼女を連れて遊びに来たかと思っちゃったわ。ちょ、何を言い出すのさ。だって3年ぶりでしょ。彼女の1人か2人くらい作って。ひょっとして本当に付き合っているけど。ごめんなさい、悪いこと。あのね、それでエリーさん、ティオちゃん、それとも。だから違うってば。私も全力で応援させて。いや、そこは反対するところだから。なんだかユニークなお姉さんですね。天然なところも素敵。それでセシルね。市長から許可はもらったから。1週間前の夜のことよ。うちで研修医をしている人が魔獣に襲われてしまったの。ただおかしなことがあって。警備隊の調書によると、被害者の勘違いの可能性もあると書かれていましたが。そう、やっぱり半信半疑みたいね。私も詳しくは知らないけど、病棟の屋上で襲われたらしいの。屋上？どういうことでしょう。病棟の屋上は奥には先生方が詰めている。なるほど。要するに魔獣が出るような場所じゃあり、警備隊の人たちも。でもあなたたちに調査をお願いしているとか。いや、正直そんなに期待されてはいない。謙遜しないで。クロスベルタイムズを読んだけど、すごく頑張ってるみたいじゃない。な、そうか。ですが最新の記事には私たちが解決したとまでは。そうは書かれてないけど。それにちょっと前までうちに怪我をしてお見舞いに来た仲間の子たちから、あなたたちに大きな借り。そうだったんだ。いや、照れちゃうな。ランディさんはそれほど活躍してないと思う。でもそうね、この先は実際に被害に遭った人、できれば。それと実際の現場を。分かった、どちらも案内するか。あとセシルね。うん、ちょうど今は。それじゃあまずは病院棟の2階に行きましょう。みんな、また。はい、了解です。お供します。みんな、いきなりセシル。ひょっとしてここが被害者が襲われた。ええ、どうする。いや、その前に被害者の話を聞き、後で案内してくれるかな。分かったわ。被害に遭った研修医の人は。うん、よろしく。この病室だけ他の患者さんもいるから。ああ、大丈夫、話を聞かせて。うん、経過は良好のようだ。うん、これなら明日にでも退院できるだろう。本当ですか。ああ、嘘は言わないよ。
君にやってもらう仕事を山ほど用意してあるからね。ちょ、弱ひも、病み上がりの人間に。殺傷と打撲と捻挫くらいで情けないことを言いなさんな。逆にしこたま休んで体力が有り余って、今まで以上にバリバリと働けるだろうさ。先生ってよく、僕としては M の方だと思うんだけどね。もう何の話をしてる。おや、あ、セシルさん。お二人とも、他の患者さんもいるんですから、子供が聞いたらどう。すみません。おや、そちクロスベル警察の方です。その例の事件について。あ、なるほど、そういうことか。となると僕はここで退散、他の病室を改心してくれよ。お疲れ様です。サボったらダメですよ。聞く。それじゃあ失礼。ヨアヒム先生といって准教授をされている方よ。とても優秀な先生なんだけど。それでリトンさん、おじか、ええ、でもどうしてクロスベル警察警備隊が調べていた。それが警備隊の方でも手詰、自分たちも捜査協力をすることになったんです。そうなのか。やっぱり僕が夢、それとも無遊病。そのできれば改めて1週間前の夜起きて。ああそうだな、あれはその研修レポートというのが気難しいことで有名なラゴー教授の、もう全神経を集中する勢いで徹夜で書き上げたもんだ。意識は朦朧としてるんだけど、そんな状態で夜風に当たっているとその声、記憶があるのは翌朝用務員さんがずた、それで緊急入院して今現在に至る。なるほど、状況は一通り把握。襲ってきた魔獣どもの姿、いや恥ずかしながらショックで気絶したらしくて、真っ赤に光る目と白い牙、それと黒っぽい毛並みくらいしか覚えて、ただ警備隊も確認してたけど狼っぽいと言われたら。なるほど、その傷の方はどうだったんですか。うん、右肩のところに牙で、逆にそれ以外の怪我は打撲と多分噛みつかれた後そのまま床に引き倒されたと思う。なぜか魔獣はそれ以上あなたをおつまり。そうそう、本当なら食いちぎられてもおかしくないと。おまけに場所が屋上だろ。もう警備隊の人にもうさ、しまいには夜中フラフラ街道に出て魔獣に襲われたんじゃないかって疑われる始末だったよ。でもあなたが発見されたのは、襲われたパニックで、その可能性は、それはさすが。もうリッタン、襲われたあなたがそんな自信のないことでどう。あ、いや、そのでもね、説明がつかないことをそのままにす、だったら自分のというか、もし本当に魔獣が屋上なんかに現れたんだとし、気持ちは、でも本当にそうだとしたら、ご協力ありがとうございます。自分たちの方でも、ああちゃんとした説明がついて対策できるんだったらそれに越したことは。Thank you.
さてと、今度は屋上の中。ああ、まずは襲われた現場に行ってみよう。セシルネ、時間の方は大丈夫？そうね、そろでもせめて、うん、話を聞いた限りだとこの辺りが現場になるのか。ええ、リットンさんはそこのベンチの前あたりで倒れていたらしいわね。そうか。その建物は確か。ええ、先生方と研修医の人が集めている場所よ。実験用に何か危険な魔獣を。それは研究用の植物を育てている温室みたいな。なるほど。セシルネ、案内ありがとう。とりあえず何か分かるまで一通り。それじゃあみんな調査の方。はい、お疲れ様です。どうか朗報、期待しててくださいっす。とりあえず屋上を中心に一通り調査。狼型魔獣たちが、その前提で侵入ポイントを何とか突き止めてみたい。ええ、分かったわ。ロイドさんお得意の可能性を絞り込む方法ですね。んー、邪魔。さすがにここから入って。ああ、下は水面だ。狼型の魔獣だったらよじ登るのも無理だろうな。かなりの高さですけど、途中に一段。と言っても1階分の高さが。魔獣が入ってくるのはかなり厳しいかもしれないな。
ねえ、ここから入ってきたというのは、うーん、いかにも魔獣が入ってきそうな地形だけど、それでもやっぱり高さがネックになりそう。さすがにここから侵入、飛行型魔獣なら説明はつくん。ここはねえ、ここからだったら確かに飛び移ってこれない高さじゃないな。となると、さてと、この上を調べさせてもらうか。ランディ、手伝ってくれ。よし、来た。ああ、魔獣の足跡、それも、お、やっぱり。となると、あちらの方から侵入された可能性が高そうです。ああ、見たところそっちはそれほど高く、また入られちまわないよう何か。そうね、でもここでの調査はこれで。ああ、そうだな。どうしてわざわざこんなところに入って、それにどうしてリットンさんを中途半端に襲ったのか、まだまだ謎は残っている。さすがにそれは魔獣に聞いてみないとわからない。そうそう、警備隊の調書の保管ができただけでも十分だろう。そうだな、よし、とりあえず。そうね、報告。そんじゃあ、まあ、あれ？どうしたの？いや、向こうから飛び乗ってきたら、この上に足跡がつきそうだけど、ホコリがついたままってことは、しばらくこの状態だったんだろうし。ま、これは、ロイドさん？なんだよ、さっきから。いや、
確か警察の方ですよね。はい、一通り。それでセシルネ、あ、いや、あ、そうだ。それにしてもね、いつもロイド君の話。最近クロスベルに帰ってきたってセシル先輩ずっと。これだけ可愛かったら。可愛いって鼻の下伸びてます。まったく勤務中にだらしがない。伸びてないし、だらしがなくもないって。まあここはお兄さんに任せ。可愛いってのは。え？いきなりごめん。俺はランディ。君の名前は？ランディさんはロイド君の。ああ、これでも警察官でね。どう？お近づきの印に。当然こいつも連れてくるし、こっちも女の子がいるから楽しいと思うよ。ちょっと、たまには息抜きもしたいし、スケジュールが合いそうな子を誘う。うん、そうし、クロスベルの居酒屋でいいかな。俺の方でセッティングするからさ。そつがないですね。さすがナンパが趣味というだけはあるわね。というか俺たち。いや、しかし君みたいな白衣の天使とお近づきになれるなんてさ。でもうちのな。それでもノープロブ。その服だって可愛いし、それ以上に中の子たちがみんな抜群に可愛い。君なんか特にさ。もうおや、抜群に可愛いだなんて照れちま。え、あはは、市長。あははじゃないだろう。午後の検温はどうしたんだい。あんたの担当だろう。あ、それに週末といえば大きな手術が入ってる。ごめんなさい、ランディさん。ロイド君に。なんなら代わりにこれでも白衣の天使と言えない。いやさすがにタッチだ、ロイド。はあ、まったく。すみません。ま、それで調査はもういいのか。はい、一通り。それでいくつか判明したので。セシルはこの時間だと確か。アナウンスで呼ぶのもちょっと。そうだ、多分あの子はこの上のそっちに行ってくれる。病室。お邪魔してもいい？ちょっと訳ありの子が入院していてね。できればあんたたち。なるほど、適当に遊んであげりゃいいってことっすよね。まあそういうこと。それじゃあよろし。
んたたち、セシルがいるのは3階の一番奥の。おや、市長さん、なんでしょう。やっぱりそう、あんたティオちゃんだ。え、どうして。ご無沙汰。大きくなったね。おや、しかしどうしてあんたが。その、いろいろ、また近いうちに挨拶に行く。今日は急ぐので、これで。ああ、そうだね。また今度。ティオ、前にこの病院に。ええ、6年ほど前のこと。黙っているつもりではなかったんですけど。その、なんていうか、あんまり気にするなよ。誰にだって。ですが。そんな顔しないの。せっかくの可愛い顔が台無しよ。ま、10年以上生きてりゃお互いいろいろある。まして俺たちは出会ってまだ一月く。年齢も性別も違う、趣味も多分。それでも俺たちはこうして仲間として一緒に行動してる。今はそれでいいんじゃないか、オイドさん。そうですね、少々ナーバスになっていたみたいです。時間を取らせました。セシルさんのところに行きましょう。調査結果を報告しないと。そうだな、3階の病室に行ってみるか。セシルね。あら、ロイド。あ、市長さんからここにいるって聞いてさ。その、お邪魔だったかな。大丈夫よ、しずくちゃん。今話してたクロスベル警察に勤めている正義のおまわりさん。正義のって。さすがにそれは過大評価だと思いますけど。その、お仕事お疲れさ。私はしずく、しずくマクレイン。ありがとう。って、マクレインって、どこ。ひょっとしたら面識があるかもしれないわね。しずくちゃんのお父さんはアリオスさんって。え、風の原生。あのさん、皆さんはお父さんのお知り合いなんですか。いや、前に危ないところを助けてもらった。そうだ、うちのお父さん不愛想だから。そんな、こんなすごい人がいるんだなって身が引き締まって。厳しいけど思いやりがあって頼りになりそうな素敵なお父様ね。ありがとう。しずくちゃん、そのくせお父さんが訪ねても
遠慮してあんまり甘え、お父さん大好きとか言って。セシルさんたら。あのすご腕のおっさんが娘に甘えられてる。少し想像しにくいですね。そういえば例の件なんだけど、実はここにいるしずくちゃんが気づいたことがあるらしい。気づいたこと？私眠れなかったから展示の本を読んで、その時悲鳴。本当かい？それでどうした？その気になったので、そこの、それ以上悲鳴は聞こえなくて、しばらくしたらタンタンって。そっか、そのことは警備隊の。その私ずっと夢、さっきセシルさんから話を聞いて、ごめんなさい。いや、ありがとう、教えてくれて。しかし屋上での調査は、ああ、最初の悲鳴ってのが、あの研修医が気絶した時、そして狼型魔獣の息遣いと、それとその私の空耳か。いいよ、気になったことは何でも。そのさっき話した何かキーンってかすれた音が聞こえたような。キーンと、特定の魔獣が発する。その音は普段は聞こえない。はい、あの晩だけだと思います。その、いや、貴重な証言ありがとう。セシルね、いろいろと分かったことがあるから、それじゃあしずくちゃん、はい、お仕事頑張って、ロイドさんたちも、うん、また遊びに来るわね。セシルね、うん、数年前の事故でも全く回復のみ、少しずつ回復治療を受けながら。そうだったのか。大変ですね。お父さんが忙しい人だから、めったに会えずに寂しいでしょうに。あなたたちもよかったら今後とも仲良くしてあげてね。なあ、喜ん。そうですね、とってもいい子みたいですし。ですね。俺の素敵トークであの子を追え。さてと、何か分かったんでしょ？改めて聞かせて。なるほど、魔獣がなぜ入り込んだかそこまでは分かっていないけど、何らかの対応策は取った方がいいとは思う。そうね、急ごしらえに魔獣よけのフェンスくらいなら。ああ、それだけでも。それなりの強度で可動式のもの、この病院にそんな設備。ええ、確か矢が事務長さんに相談して。これでみんなも安心できるわ。いや、本当に魔獣が入り込んだか。ううん、それがなかったら、きちんとしたあなたたちだったら、いずれアリオスさんにも、お姉ちゃんが。セシルね、ありがとうございます、頑張ります。ロイド、お互い休みが取れ、お墓参りも一緒に行きたいしね。そうだ、あとはエリーちゃんとティオちゃんのどちらかと付き合うことになっ、目いっぱいお祝いしちゃうから。いや、だから。なんだったらランディ君とでもいい、その時は連絡してね。そういったジャンルを読んでバッチリ鍛えておくから。どんなジャンルだよ。いや、もうセシルさんが喜んでくれるなら。いや、構おうよ。それじゃあ私はここで失礼しちゃおうか。みんな、うん、お世話になりました。ああ、いいな。暖かくってほうとっても素敵な人ね。実の姉さん以上に。それで
セシルさんとは実際にはど、え、そうね、あなたいつにも増して弟くんってふ、 なんだそれ、ロイド、てめえ、あんな素敵なお姉さんとベタベタ甘々、羨ましい、体を交換してください。できないから、バカなこと言ってないで、そろそろクロスベル氏にも、もう夕方だし、帰ったら今日の分の朝食ごまかしましたね。それも露骨、おのれロイド、そこひそひそ話をしない。さてと、バスが来るのを待つとするか。時刻表によると次は15分後。しかし随分と、夜の11時まで運行してるみたいじゃないか。運賃の方もお手頃で、市の運営とのことですが、採算は取れて、まあそれだけ市の方でも病財政的には余裕があるし、市民の要望も高いみたいだから。なるほど。ま、気軽に病院に行けるのは。綺麗な夕暮れね。はい、なんだか目に痛いく、はあ、しかし動力車ってのはうちでも専用の車が使えりゃよかったん。ま、無理だろうな。他の捜査課では車が使われているみたいだけど。確か捜査一課では捜査員一人一人に専用車が用意されているはずです。そうなのか。それはさすがに優遇しすぎだと思う。やる、こういう時に日陰者はつらいね。まあないものねだりをした。それに街道を歩くのだって不本意ですが、でもさすがに今日はこれ以上の調査はしません。ああ、残りは北の鉱山町だ。さっきも言ったように、今日は帰ったら調書をまとめて明日改めて訪ねてみよう。さすがに疲れたものね。でもセシルさん、よし、今度は合コンにかこつけてこっ
ランディは元気だな。ちょっと待ってよ。しばらく旅に出るって、そんないきなり。一体どこに行くつもりなのさ。レミフェリア公国だ。なーに、しばらくといっても2ヶ月くらいで済むだろう。場合によっちゃ半月足らずで帰ってくるかもしれんしな。それは兄ちゃん、一応はそんな長い間は旅行なんかしてもいいのかよ。お、なんだなんだ、お兄様が留守にするのが損。もうロイドキュンったら寂しがり屋さんなんだから。2ヶ月と言わずに2年くらい旅行し、僕そのくらい嘘ちょ、実はな、これには深いトップシークレットってやつだ。うっさんくさいな。ちなみに聞くけど、どんなシークレットなのさ。おう、よくぞ聞いてくれた。実はな、とびっきり可愛い女の子、へ、その子と一緒にうるわしの北国レミフェリアへ。どうだどうだ、うらやまとま。上、俺がいない間お前の夕食は大人、朝昼くらいは自分で何とかしろよ。いや、食事くらいじゃなくて、可愛い女の子って一体どういうつもりだよ。そんなことセシル姉に知られたらどうするつもりさ。え、なんでそこにセシルの名前が出る。なんでって、セシル姉もなんだって。ああ、っていうか、セシルにはもうとっくに、なんか妙な誤解があるみたい。旅って言っても一応警察の人、それにその子はまだ災難だからな。懐かしいな。確か俺が12、いや13くらいだったか。そういえば、はい。おう、起きてた。調書ってのはもう、あ、はい。昨日の調査に関しては結構だ。とっとと支度をして全員でか、お前たちに客人だ。失礼します。そうにゃ副司令、やっぱ予想通りおはよう。お疲れ様です。おはようございます。やはりお客様というのは副司令だったんですね。ああ、ちょうどさっきお前たちの調査について聞いて。それは構いませんが、随分まだ鉱山町方面の調査。悪いわね、急かすつもりではなかった。こちらの状況が。状況が変わ、実は昨日までうちの方で鉱山町方面の警備巡回を今朝をもって完全に引き上げることになったのよ。警備を引き上げるって。確か鉱山町に魔獣が現れ、ええ、こちらとしてもせめて1週間くらい。警備隊司令からのお達しでね。これ以上無駄なことをするなって。無駄なことって、ちっ、あの腰巾着をや。ランディ、俺がベルガード門に詰めてた時、何度か、一応警備隊のトップだが帝国派議員のお偉いさんとろくに仕事もしないで接待ばかりやってたみたいだぜ。噂には聞いていたけど。ですが、魔獣の被害を放っておくというのはさすがに、ええ、局地的な魔獣の被害なら最悪遊撃士協会に任せ。今回は
被害の範囲が広す警備隊としてもこれ以上は看過できるわ。問題は3週間にわたって魔獣の招致として広範囲とはいえ実際の被害、それを理由に司令閣下からストップがかかったんです。そうだったのか。ああ、そういえば紹介してなかったわね。彼女はノエル総、まだ若いけど戦闘能力、私の護衛やサポートをしてもらって。ノエルシーカーです。改めて。こちらこそ。あれ、シーカー、ひょっとして警察本部の受付をしている。ええ、姉になります。いつも妹がお世話になっているみたいですね。こちらこそ妹。しかし、なるほど、聞いてるぜ。タングラムモンの女性隊員で期待のホープがいるってな。自分の方もいろいろな伝説をお持ちのようで、一度お会いしたいと思う。そう、いろいろな伝説。やはり女性関係ですか。そうそう、俺がいかに同僚の女性隊員にモテまくって男どもから羨望の眼差し。まあ社交辞令はそのくらいにするとして、各部現状は伝えた通り、打開できる要素があるとしたら正直藁にもすがる思い。なるほど。では調書の提出と合わせて一通り説明させていただきます。なるほどな。どうだソーニャ、うちの小僧どもの手際は。期待以上ね。新郎の言い伝えに病院屋上に現れたルート、どうかしらノエル。正直驚きます。やはり本職の捜査官は目の付けどころが違います。目の付けどころというより発想法の違いでしょうね。うん、君、あなたたちには引き続き鉱山長、この調子だと思いもよらぬ信じ。ええ、こちらはそのつ例の司令殿の命令を無視することにならないですか。あなたたちへの要魔獣の手がかりが判明次第すぐに行動に移れる。それなら問題ないでしょ。なるほどね。さすがにやり手でいらっしゃる。それにどうも魔獣たちに我々の動きを大舞台で捜索するよりも少人数で行動した方が相手もそれを期待したいと。なるほど。とにかくこれから鉱山長、お願いするわ。何か分かったらタングラム門の副司令部。それじゃセルゲ、例の話は。あんまり無理すんじゃねえぞ。ノエル。はい。忙しそうだな。そうね、早朝に鉱山町から撤収したばかり。ま、無能な上司に振り回されてる。それでいて共和国方面への警戒もおろそかにできねえ。相変わらず貧乏くじを引いてるぜ。なるほど。そういえば課長と副司令って。何気に名前で呼び合ってましたけど。そういや、俺をここに推薦してくれたのも副司令だったんだ。一体どういう関係なんすか。ま、昔馴染み。それよりもお前ら、昨日は大変だったらしい。今日は鉱山町に行くみてえだが、また歩いていくつもり。いや、昨日はその、いろいろと偶然が。さすがに今日はバスで行こうと思っていますけど。なんだ、そうなの。遊撃士を。どういうことすか。連中の習慣らしいが、まず手始めに自分の足だけで周辺、スタミナもつくし、魔獣との実戦経験も積めるし、一石三鳥って理屈だ。自分の足だけで。なるほど、連中そんなことを。もしかして昨日会ったエステルさんたちも。早速徒歩で一通り回るつもりだったのかもしれないわね。その二人だが、何でも去年起きたリベールの異変を解決するのにかなりの貢献を。リベールの異変って。あの王国中の動力が。おいおい、マジか。それが本当なら相当な実力者なのも。ま、このクロスベルじゃお前たちより新米ではあるんだ。あっという間に追い抜かれて引き、今回の件も長引かせたら間違いなくギルドが。わかりました、解決に。
それじゃあみんな、鉱山町の町の北口にあるバス停から出ているはずだ。切らした備品があれば町で補充した方がいいわね。念のため端末の方もチェックしておき、ぼちぼち行くとする。